なんかそんなもんまでくっついてるんですかって感じのものくっついてますね。本当に完全防備みたいな感じになってます。あ、この箱は何なんですか？箱がボディーコートを今回すみません余計なのをさせていただいてるんですけど、はい、それの専用のなんかこの撥水力また復活させるようなものですとか、はい、ちょっと頑固な汚れ、ちょっと例えばあれですけど鳥の糞とか、はい、を取るようなあのそういうメンテナンスのいわゆる平たく言うと洗車の道具みたいなものが付いてあります。なるほど、はい、一番カットしたかったやつだ。はい、いいでしょう。はい、ご覧いただきます。使い方とかもどうでしょう、今改めてそんなに船内ような感じじゃないのかなと私思ってたんですけど、あ、なんか特に言っといた方がいいかなっていうことあります？ないんですね、特に皆さんに限って言うと乗っていただいたり、はい、見ていただいたりしてるので でも僕ボンネットとかエンジンフードの開け方知らんです。あ、本当ですか？はい、はい、ここにスイッチ関係ありますので、はい、ここですね。あ、なるほど、そんなところなんですね。リアはここです、ね、あ、リアはそっちなんですね。なるほど。給油口もここにあります。給油口までそんなところなんですね。上げるものはもう全部ここに集約してます。はいはいはい、はい、あれ、フットレストは金属カバーされてないですね、はい、フットレストはそうですね、オプションですね。あはー、はい、になっております。了解です。こんな感じになってます。はい、そっか。で、これの開け方が、ここそうですね、この部分こう、ここでこうレバーあるので、こうガバッとこう開ける感じ。なるほど、このレバー横に、そうですね、これこうですね、動かして、はいはい、ここにこう入れる。あ、なるほど、了解です。一応何か入るスペースぐらいにはなると。出てるルーフ出てる際はそうですね、気持ち持ってますね。はい、なるほどです。ここもここレバーあるので、はい、ここですね、はい、全とか何万再生にならないだろう。こういう感じです。はい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 、へえ、あ、そっか、パワーバーとか入れるような画像をよく見ましたけど、はい、一応フレームメンバー入ってるから、そうですね、ね、まあ売りたいのかなっていう気もしなくもないけど。はあ、了解です、はい、フロントもリアもメンバー入ってますよね。そうですね、そこはすげえ変わったって言わないと売れないでしょうけど。あ、なるほど。あ、そっか、給油口はそこに引っ掛けとくようになってるんですね。そうですね、置けるようになってます。これがこんなところにこう、あ、初めて知った。こういうもんなんですか？そうですね、大概今の車だと置くとこついてますわ。あ、そうなんですか。はい、こんな初めて見ました。了解です。はい、はい、じゃあ閉めてもらおう。はい、という感じです。はい、了解です。はい、おー、ありがとうございます。さて、最後になんだろう、納車のプレゼントなんですよね。なんだろう、当ててみよう、キーホルダーとか、または反則用のミニカーとか。あ、すごくいいものだった場合には確か反則品でもう一つクリスタルのオフロードがあったんで、ちょっと期待しようかな。ちょっとすいません、実はプレゼントは何かというと、お花を本当は用意しとったんですけども、お花屋さんニアミスこいてしまったみたいで、ちょっと持ってきてないみたいなんです。すいません、また別でお礼しますわ、ごめんなさい。申し訳ないです。はい、すみません。ちょっとまた、そんな展開に私なると思わず、素直に、すみません。申し訳ありません。素直に申し上げます。はい、すみません。お花を持ってくるはずが。
ってきてしまいました。手ぶらで、はい、すみません。しかも自信満々に言って、ちょっと待ってねと言って、はい、さっきまでちょっとあったんですけど、あったんですね。ニアミスで、しかも誰かちょっと使っちゃったみたいで、誰か使っちゃったの、申し訳ないです。申し訳ありません。いえいえ、またお願いします。はい、ありがとうございます。